はい、おはよう。じゃんくん。はい、おはよう。はい、はい。いっぱい毛が取れるんですよ、ジャック。毛抜けの季節。かぶやね。ジャン君の毛かぶよの、びっくり。移動。まさか、それとはまた異なる性質を持っているんです。NFT の YouTube を見ています。まだまだわからないことが多いので、ね。例えば、球のボールを例にしましょう。こちらの2つは。さあ、NFT メガバース。いろいろ調べないとね。メガバースについてはすぐにも始められることはわかりました。ただ、自分の思い切りだよね。始めると人と話すことが生まれてしまうかもしれないっていうことがあるので、ちょっと心の準備と、あとはね、アバターが基本のやつだと若いキャラクターばっかりなのね。それやだなと思って、なんか喋り口調と見た目が違うよね。で、自分で作るもできるし、買うこともできるそうなんですね。で、通常っていうか、まあ平均的に5000円ぐらいで買うらしいんだけど、1000円からあると。自分で作るとき何で作るの？多分 3D 関係かなと思うんだけど、まだそれもね分かってないので、そのサイト上で組み上げられるんだとしたらコツコツ作れるんだけど、 3D のソフトを使ってとかだとちょっとね、そっちの勉強からまずやんなきゃってことになっちゃうのでね。はい、ちゃんくんどうぞ。はい、ぽんちゃん。猫の妖精みたいなやつ作れればね、いいんだけど、ちょっと調べます。じゃあもう一回。どちらもボールであることには変わりありませんよね。ちゃんくん、ぽんちゃん、なんかね、届いたよ。今ママいなくなっちゃったけど、ほら、なんか君たちのこういうやつだよ、こういうやつ。はい、チェックお願いします。猫のブラッシュありがとうございます。受け取りました。主にポンちゃんかな、この針っぽいやつはね。ジャン君はどうしても専用の例のやつがあるからね。開けてみる？はい、どうぞ。いい感じかな。最初は軽めにね。まあ違和感なくできてる感じがする。で、これを押すとこういうことですね。毛が取れるよと。はい、ポンちゃん、
ちゃん専用。どうもありがとう。ジュン君。いっぱい毛が飛ぶよ。ほら。ジャン君、ジャン君。また何か届いたよ。届いたよ。はい。これは招き猫型ルームライトだそうでございます。びっくり。そうだ、びっくり。これ顔なんだね。うん。顔が光るってことかな。そういうことだろうね。結構大きいライトだね。ちょっとあの面がね、ここがね、うん、ちょっとやってみよう。一瞬あの読む前は、あ、電池、電池、何電池かな。炭酸だったらあるんやけど、お、よいしょ。お、これがあるよ。あ、充電なんだ。へえ。充電ってこと？あ、動くのかな、もしかして。あ、これが日本語が、日本語に、日本語にありですので、招いてます、招いてます。あ、動いてる。え、いきなりもう動くんだ。なくなったら電気、これでやるってこと？で、今スイッチを切ったけど招いてます。あり？これ結構ずっと一回振るとずっとなるやつ。そっか、電気はつく？はい、充電用だから、うん、まずはバッテリーゼロになってるはずだね。そっか、ちょっと待って、充電用なんだ。そっか、中に充電の電池が入ってるってこと？そう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 、うんうん、こっちが、これが、はい、あ、倒してしまった充電完了してないからかな。そうだね。あ、ついた。え、ついた？いや。あ、わかった。ここがセンサーになってる。センサー？この前のボタンね。ああ、これを触ると。あ、色が変わる。こういう感じです。結構明るいね。それさ、黒犬朝型とかさ、夜型とかにさ、これをここの時計のとこに置いといたら、新しくね、防災用のやつが、あ、でも裸眼じゃ見えないや。本当はニトリじゃなくて、カインズホームで一緒に行ってさ、見てほしいんですよ、時計をね。うん、はい、ここのライトに露出が合ってしまうので、こうやって映してると周り真っ黒ですが、ちょっと横に向けたりなんかすると、はい、絞りがだんだん戻ってきますよ。はい、はい、映りましたということでした。どうもありがとうございます。使わせていただきます。じゃあこれは充電しとこう。猫型ロボットもらったよ。元気。
招いてくれるライトくんが来たよ。お、でした。でしたでした。はい、どうぞ。ちょっと小さくない？入る？どうぞ。いいよ、入って。ちょっと小さいと思うけど。無理っす。意外とお座りくらいはできそうだけど。お、入る。チャレンジ。チャレンジ。どうですか？チャレンジ。どうぞ。無理っす。いや、無理っては。入れそうだけど、ちゃんこ。秦野名物のホタルを見に来ました。もうすぐそこです。この幕はホタルが綺麗に見えるようにだね。向こうの奥、足元気をつけてね。暗くしてあるね、やっぱり。地元の人たちは時間帯があるのかな。もうちょっと後かね。あ、うん、ここが蛍の名所になっている場所なんですけれども、まだ少し明るくてですね、わざわざこの柵の向こう側に、湿地が作ってあるんですよね。これは観賞用だと思うんだけど、ここだけか。ジャン君、ホタル見てきたよ。ジャン君、カメラにはどうも残念ながら映ってないみたいなんだけど、よいしょ、いっぱいいました。予想と同じくらいいました。なんかね、程よい予想をしていったので、ちょうどそのぐらいいたって感じですね。大していないんでしょうなんて思っていったら、ちょっと感動したかも。映画で見るみたいにブワーっていっぱいいるって想像してたら、そうでもなかった。何を言ってるのか分かんないけど、予想通りにの量がいました。まあまあ結構綺麗だったよね。さあ、ボンちゃん、ボンちゃん、はい、ボンちゃん、ボンちゃん、ホタルが綺麗でしたよ。君たちがいたら飛び回ったかな。ね。